旦一度ねえ、イベントがさ始まったって思ったんですけど、その前にこの配信の背景がハロウィン仕様になってるって思いました。かわいいハロウィン仕様、パンプキンだね。ありがとうね、みんなありがとうございます。あ、でも私は楽しく配信ができたらいいなって思ってるので、楽しい時間にしましょう。今年の夏は暑くなるって気象予報士が言ってた。もう私ブースティー祭りから君とどこか行きたいにすごいハマっちゃって、1日1回は絶対聞くんですよ。こんばんは、こんばんは、来たよ、ありがとう、ありがとうございます。多分これから続々と4期の配信が始まると思うので、皆さん私の配信少しは覗きに来てください。よいしょ。髪を短くしようかな。あらら、デスティフォーテートさんとコラボしたいですよ。また配信一緒にさせていただけるように頑張ります。こんにちは、お疲れ様、ありがとう。少しでいいの、いや少し嫌だけど。でもなんかみんな、私言い切れないんですよね、全部において、全てにおいて何々してくださいとか言い切れなくて、なんか言い切るの申し訳なくなっちゃって。どうしようね、なんか 何しようと思って配信考えてたんですけど、ちょっとバタバタしてて、いろいろ考える時間があまりなく、配信が始まりました。156回ぐらい見に行って、おーすごい、たくさん見に行かれてるんですね、すごい、土いっぱい来てます。そうだよね。5時からだから、よいしょ。なんか服をさ何着ようか悩んでてさ、めちゃめちゃもう冬みたいな服着ちゃった。どうしよう。でも寒くないですか、もう最近びっくりしちゃって、もう昨日の夜寒くて寒くて、私ベッドが窓に近いんですよ、ベッドの位置が、だからなおさら寒くて全然寝れなかった、眠りにつくまでが長かったね。寒いよね。ね、秋はもうないのかな、秋って来たの、来てないよね多分、なくなっちゃう、もう最近日本って四季がなくなってきてるじゃないですか、だからどうしようね。新潟の冬は、でも私は一度新潟の冬を経験しているので、まあ大丈夫じゃないかなって思ってるんですけど、舐めたらダメかな。春はギリギリあるか、秋がない、春夏冬かな。お仕事頑張って、まあしんどいけど頑張って頑張って、そうだよね、みんなしんどいことたくさんあるよね。よいしょ、あ、これさ商品見えない方がいいかな。
なんか歌おうかも迷ったんですけど、この後の7時から、この配信が終わって7時から何時だっけ、7時から8時半の1時間半の時にカラオケしようかなって思ってるので、ちょっと配信不慣れなので、なんだっけ、ちょっと本当にねつまらないとか思うかもしれないんですけど、雑談配信にします、この枠は。初見です、ありがとう。お口の難しい、ね、私メイク変えたんですよ最近。そう、変えたんです、ほぼ変えて、アイシャドウも変えたし、リップも変えたし、チークも変えたし、全部変えたので、本当に全部違う。今年も降るぞ、いや雪が、でも私まだ雪楽しめてるぜなので全然嬉しいんですよね。まだね、まだ楽しめるから。こんにちは、広島県から配信、うわー、ありがとうございます、ありがとうございます。大人っぽい、本当？やったー。でもちょっと美容院に行きたくて、髪は伸ばしたいんですけど、ちょっと美容院に行きたい。ねえ、何を話したらいいですか。人に頼るのよくないよね、分かってるんです。こんにちは、君と美容院。日刊スポーツなんとか、あ、私手に入れられてなくて。でも多分お母さんが手に入れてくれてると思います。こんにちは。なんかどうやったらさ、おしゃべりが上手になるか研究したいんですけど、どうしたらいいかな。夏振り返るか、おお、振り返りますか。ちょっと時系列バラバラになっちゃいそうだけど。夏はお仕事終わった、あれお疲れ様、ありがとうございます、お仕事終わりありがとうございます。ボアイトにおしまい聞かれて、なあちゃんの名前出したよ。え、本当ですか、嬉しい。そう、私ラジオなんです、今日エッサコイサー、みゆえさん、ゆうはさん、もえさん、私の4人でエッサコイサ出演させていただいているので、ぜひ聞いてください。ぜひ聞いてください。9時から、知らないって言われて泣いた、そりゃ知らないよ。それ私なんて知らないって、それが当たり前の反応なんですよ。逆に知ってたらすごいってなる。スマホケース新しいの届いたんですけど、適当に選んだら前と同じやつ届いたんですけど、何も、同じ種類が届いたってこと、同じの頼んだわけではなく、あ、そうだ、私スマホケース買いたくてこの前見に行ったんですよ。そしたらサイズがなくて、売ってなくて、全然古くないのに、13プロなんですけど売ってなくて買えなくて、だから今ケースないんですよ、スマホの。どうしようと思って、私が見に行ったところになかっただけだと思うんですけど、
今ちょっと落とさないようにハラハラしてて最近は。そう、ネットで買うしかないのかな。でもクリオケ、クリオじゃない、クリアケースが良くて、3世代前だとね、なんかもう時代進むの早すぎて無理なんですけど。なんでそんなに早いの時代って。だって13プロだってそんなに古くないですよね。今16でしたっけ。もう無理だよ、そんなにさ経済回せないもん私。そんなにさ新しいのが出るたびに買い替えることなんてできないから、ちゃんとケースは売ってほしいですね。12からそろそろ16にしないとと思って。お、 12 っていつ出たかな。でも12も全然新しいっていうか使えるよね、全然機能いいよね。激しくどいだよね。買えないよ。そうクリアケースだとそうチェキとか入れられるじゃないですか、カードとか。だからいいなと思って。でもクリアケースってだん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 色がこう何汚れてくるじゃないですか。でもさあれってね汚れじゃなくて日焼けなんだって。ケースも日焼けするらしいよ。12は機能いいって言える。だってわかんない、機能いいでしょ。だってタピオカカメラだからまだ大丈夫だよ。ストラップつける、ストラップもねつけます。でもなんかあのさショルダーあるじゃないですか、今スマホケースにつけられるショルダー、ここからスマホを下げられるよってやつ、あれを使ってます。だからそのストラップつけるのがついてるスマホケースじゃないとちょっと今は使えない。あ、そう黄ばんでくる、そう色やばいよね、わかる。でもあれ汚れじゃなくて日焼けだからみんな安心して。私もさなんか汚れてきてさこんなに汚く使った覚えないんだけどって思ったら日焼けらしい。これはサホから得た情報だけど。クリアケースにも日焼け止め塗ってあげないと。そうだね。ベタベタになっちゃうけど。あ、すごい、かわいい、ハッピーハロウィンなんて。ハロウィンまであと何日ですか？今日 21？ あれ？ 9日？ やばいやばい、もうそんな経つんだね、始まって。始まってそんなに経つんだね、10月。あっという間だね。わかる、ケース高いよね。画面保護し、あのねカメラの保護は使いたくて探してるんですけど、何がいいのか分からなくて結局買ってなくて。でも画面シート、私画面シート結構好きで、画面シートフィルム結構好きで、私はでも絶対覗き見防止を使ってます。絶対覗き見防止機能があるやつじゃないと使いたくなくて。そう、なんか別に隠し事があるとかじゃないんですけど、なんかスマホを見られるのあんま好きじゃないんです。割りまくるからもう貼るのやめた。でもそしたら画面が割れちゃうじゃん。あ、そうブルーライトも欲しいよね、わかる。空気、はい、あのね空気はなんか私が買って使ってるのはなんて言うんだろう、なんかスマホに取り付けてシュッて引いたらもうつく
あの自動でペタってくっついてくれるやつを使ってて、だから全然難しくなかった貼るの。そう、私も苦手だから貼るの。だからそういうのがね今は出てきてとっても嬉しい。ハートもありがとうございます。そう、覗く人あんまりいないんですけど、でも私はそのなんだっけ、電車とかさ乗るときに満員電車とかね、やっぱさ見たくなくても人のスマホ画面って見えちゃうときあるじゃないですか、そういうとき。だからあ、これ覗き見防止の方がいいなと思って私は覗き見防止にしてます。あ、そう、勝手に空気も抜いてくれるんですよ。最近なんだ、なんちゃらみスマホもありますよ。折りたたみかな、わかんないけど、そう、ぜひ使ってみて、めっちゃ楽だよ。しかもね、フィルム2枚か3枚か入りで全然ね、こんなにお値段高くなかったからお得です。あ、そう、ゲームしてるなとか見えるよ。こんにちは、キッズ携帯でも私キッズ携帯使ってた、しかも青色、青使ってたよ。で走るじゃん、キッズ携帯ってさぶら下げるんだよ、首からストラップがあってね。でさ走ったら振動で、そのそう、引っ張ったらピロピロになるんですけど、走った勢いでそのままペッてなっちゃって、あの防犯ブザーが鳴っちゃうんですよ。これあるあるなんですけど、わかりますか？そう、でも私はなんか学校でもらう防犯ブザーが可愛くなくてそう、ランドセルにつけましょうみたいな感じなんですけど、でも可愛くなくて、それがだからあのお母さんにすごくすごくおねだりして、可愛いハート型の防犯ブザーを買ってもらいました小学生の頃なんかねピンク色のなんて言うんだろう、メタリック的なピンク色の防犯ブザーを買ってもらいました。あと黄色い帽子もう私好きじゃなくて、なんかだいたい男の子は普通のキャップで、女の子はなんて言うんだろう、麦わら帽みたいなさ形じゃないですか、その黄色い帽子って。でも私の学校は男女分かれてなくて、みんなキャップの形で、でもあの頃の小さい頃の私はやっぱり可愛いものが好きだったので、そのキャップが嫌だったからそう、つけるのめっちゃ嫌だって言ってた。なんで私の学校だけ男女別々じゃなかったんだろう、今思えば不思議。なんでキャップだけだったんだろうね、謎い。反抗期私の反抗期はそこで終わったのかなそう、でもやっぱさアイドルが好きだったから、多分本当に可愛いもの、アイドルの衣装って可愛いじゃないですか、だから多分本当に可愛いのが好きで、それを身につけたくて、あのそうだだこねてたんだと思う。こんにちは、今もそれつけて劇場行かないわ実家にはあるかもね、もしかしたら。うん、あ、そうだ、
もう少ししたらというか、まあ明日か今日か分かんないんですけど、4期生の X にあげようかなって思ってるんですけど、私先日 AKB さんの衣装店に行ってきたんですよ。念願行けて、ひろかちゃんがグミアタ配信やってた。やってない、それ気になる、見たい。なんかA さん、チーム A さん、フォーさんの時は私いろいろスケジュールの都合上行けなくて、母が代わりに行ってくださったっていうか行ってくれたんですけど、そう、でも今回今後半になってチーム K さんとチーム B さんの衣装に変わったじゃないですか。そのタイミングで私は AKB さんの中でも特に K さんが大好きなので、絶対に K さんの衣装店には行きたいと思って行ってきたんですよ。そう、それでとってもエモい写真を撮ったのでX に載せますね。とってもエモい写真を撮ったので、ちょっとぜひ皆さんにも見ていただきたいと思うので、待っててください、載せます。あとこれまだ全部じゃないんですけど、一部なんですけど、あ、待って、グッズとかってこれ見せない方がいいのかな、わかんない、見せていいのかな。サインは全然書いてないです。本当にプライベートで行ってきたので。あ、でもななみさんとみゆみゆさんとひのさんとかいりさんのサイン見つけました。はい、見つけました。平気かな、じゃあ見せちゃいも。じゃーん、これは今3つつけてて、あと他にも向こうの向こうにあるんですけど、私の中でお気に入りの3つつけてます。これメイクポーチなんですけど、じゃーん、かわいい、もうかわいくて、あとガチャガチャも回して、はい、ガチャガチャも回してですね、長友あやみさんと平田由紀さんと竹山のぞみさんと秋山ゆなさんが当たりました。ちょっと推しのあずきさんは出なかったんですけど。そう、でも嬉しかった、ガチャガチャ当たりました、楽しかった。なんか久しぶりになんかそういうファンとしてのなんかなんだろう行動ができて嬉しかった。めっちゃいいですよね、世界観がもう素晴らしかった。劇場からさ持ってきて、チケットセンター、チケットセンターだっけあそこってもあって、大きい看板もあってベンチもあって、でも本当は生地のガチャガチャを回したかったんですけど、多分売り切れちゃったのかな、私が行った時にはもうなくて、そうだからそれ回せなくて、ちょっとそれだけ後悔してるんですけど、悔いが残ってるんですけど、でもまあとても幸せでした。そう、もう私の永遠の憧れの大島優子さんの衣装があって、はあ、これを着てたんだと思って、そう、それこれ着てたんだと思ったらすごく嬉しくなっちゃって、本当にいっぱいパシャ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 撮りました、写真。クレーンゲームはしないです。
私下手くそなんですクレーンゲーム。そう、大島優子さん、なんかさ、ちょっとさ、見せたいものがいっぱいあるんですよね。でもちょっと私今その見せるよ、見せたいってその配信する前思ってなかったから、あの今ここに何もなくてでもなんかさ、また配信しますね。オタク一緒にオタクトーク配信的な。恋愛禁止条例ゾーン好きすぎてもう写真めんどいから動画撮ったでもそう、動画撮ってる方もいらっしゃった。でも私がいた時は比較的そんなにたくさん人が溢れ返ってたわけじゃなかったので、とてもゆっくり見れて幸せでした。楽しかったな。 NGT もなんか衣装展とかいつかできたらいいなって思いました。ね、楽しいよね。とっても幸せな時間を過ごしました、あの日は。あのでも日帰りで帰ったので、あの疲れましたもうね、最近はそのブースティーファン祭りもあったりとか、いろいろお仕事があったりフェスがあったりとかで、あの東京にめっちゃ行ってて、めっちゃ行ってて、なんか帰ってくるたんびに全然久しぶりじゃないのに新潟めっちゃ久しぶりに感じちゃう現象が起きてるんですけどいやいや気づかないですよ、私のこと知ってる方なんて多分いないのであ、落とすの怖い。まあそれは確か。お疲れ様、お疲れ様です。ギガギガで久しぶりに NGT 見ました。おお、嬉しい、ありがとうございます。どうでした感想聞くうん、でも嬉しかった、なんかたくさんいろんなところに行けて。東京でも毎回同じ場所とかじゃなくて会場が違ったので楽しかった。なんかそれにいい夏の思い出になりました。パフォーマンスいいね。ああ、ありがとうございます、嬉しい。パフォーマンスね、でも全然自分でなんだろう、自分だと納得できないところが多くて、皆さんが優しくさ、よかったよとか褒めてくださってるけど、あんまり自信が持てないんですけどまあこれからね、もっと公演とかに出演させていただけるようになったらちょっと自信がついてくるのかななんて思います。あ、5時半、あれ私これさ6時までですよね確か。あれそうだよね、あの配信予定が変わって朝のメールに書いたんですけど、じゃあ今日の配信スケジュールを言いたいと思います。5時から6時、あ、そう、17時から18時、1時間空いて19時から20時半、そして皆さん一緒にエスタコエスタを聞いていただいて、21時半から22時まで配信します。はい、3時間、ちょっとねイベントなので3時間できるときは3時間したいなと思ってるので、はい、そ
変えました。こんにちは。なんか目にゴミが入った気がして痛い。見るだけ見るね。ああ、ありがとうございます。みんな見に来てくださると嬉しいです。どうしよう、なんかさ、なんかいい企画の案ありますか？これしてほしいとか。ありがとうね、ハートもたくさん。なんかメイク配信はしたいなって思ってるんですけど、すっぴんからメイクに、何、メイクを仕上げる工程がちょっと私自信なさすぎてできなくて。グミ当て配信。ひろかやないかーい。ひろか、グミ当て配信ってどういうこと？何してるの？目つぶって食べて当てるってこと？各グループの好きな曲トップ10やりましょう。おー、いいね、トップ10。大丈夫、ありがとう。そんな感じ。すごい。でもさ、最近の子って言ったらさ、なんか私がめっちゃ上からみたいになっちゃうんですけど、あのグミ好き多いですよね。私もグミ好きで、でも日本のグミよりは海外のグミの方が好きで、日本のグミも好きなんですけど、なんか私はグミはマシュマロみたいなやつがくっついてるグミが好きです。好きなおやつの紹介して。好きなおやつの紹介したい。じゃあ今度しますね。駄菓子とかにしましょう。好きなジュースとか、紹介的な感じでしたらいいか。私の好きな食べ物は、私のこと知ってもらおうキャンペーンにしましょう。このイベントはちょっと頑張ります。今言いそうになったけど、言っちゃったら配信のネタがなくなっちゃうので、じゃあクイズとかもしますね。私が好きなのはどっちでしょう。ああ、よかった、決まった決まった。します。じゃあ食べながらしてもいいんじゃ。皆さん食べながら配信って大丈夫な方々ですか？なんかそれがすごい気になって、だから私何か食べながら配信したこと多分一度もないと思うんですけど、飲むはあるんですけど、なんかそれが気になっちゃって、そう、食べながら配信をちょっと今までしてこなかったんですけど、余裕です、見たいです。あ、本当に？よかった。でも私食べると無言になるのでよろしくお願いします。食に集中しちゃって、ご飯と何も喋らなくなっちゃうんですけど、大丈夫ですか？大丈夫な方が、お、よかったです。カラオケもね、しようと思ってて、次の19時から20時半の時にカラオケメインで配信します。今日の次の枠。気にすることもないか。私でも、私かば焼きさんとかすごいよ、もうぐしって言っちゃうけどいいの。
次のね配信は私の歌いたい曲をたくさん歌おうと思うので。衣装店って好きな衣装、ああいいですよ。で私が行かせていただいたのはチーム K さんと B さんのあの回なので、あのその衣装の話をすると、まずリセット衣装、リセット衣装、あのこれですね、チーム K さんのこれ、この衣装が私はすごく好きで、人生で初めて劇場公演に入った公演もリセットだったの、リセット公演だったので、私の中であの勝手に思い入れがある衣装です。そうだからこの衣装はすごく好きで、うん、一番好きかもしれない。あとはね、あとはじゃあ次 B さん、初日の衣装は可愛いなって何度見ても思う衣装でとっても好きです。リセット同じ、お同じ、みんなリセットを一緒に一番初めに入った方結構いらっしゃるんですね。一番好きかな、あーいいよね。あとはね初日衣装好きですし、ちょっと行ったり来たりすると大変なので思いついた好きなやつを言いますね。あ、これ忘れちゃいけなかった、泣きながら微笑んでの衣装がめっちゃあのなんか今まではその衣装をメインに見るっていうよりはやっぱりご本人様のお顔だったり姿を見てたので、泣きながら微笑んでの衣装を今回はっきりじっくり見たらめっちゃ可愛くてびっくりしました。あのね白くてふわふわで大きいリボンがついてて、でラインストーンがついててめっちゃ可愛かったんですよ。そう、それめっちゃびっくりした、見てこんなに衣装可愛かったんだって思いました。泣きながら微笑んでの、でもなんかすごいさ、作られてから結構経ってるのにちゃんと綺麗に保管されててすごいなって思いました。似合うかな本当に、ちょっとまあ本当に遠い未来いつかなんか何かが起こって何かが起こって着れたらいいなって思いますね。ちょっとはい、多分とてつもない何かが起こらない限り、変なことが何か起こらない限り難しいことだと思うんですけどでも本当にね衝撃を受けました。あ、こんなに可愛かったんだこの衣装って思った。そう、綺麗だったよね。あ、そうだ、私制服レジスタンスの衣装も好きで、あのちっちゃい頃本当に憧れで、あのなんて言うんですかね、こうさスカートの丈が全部同じじゃなくてなんかねこうなってるんですよ。それが好きで、普通の服にさなかなかないじゃないですか、こうスカートのさ丈がだんだん丈が違う服ってあんまりないじゃないですか。だからそういうのにすごく憧れてて、幼い頃の私は暑かったですねそれ見た時。
ットチャンスあるかな。そうでもスカート短かった、すごいそれは思いましたね。こんにちは。そう斜めデザイン好き。あとシャツのボタンがずれてる形の衣装も好きですし、あとなんて言うんだろう、前が短くて後ろが長くなるスカートの丈もめっちゃ好きで、そうそういう形の衣装が好きです。確かに可愛い。え、逆転王子様もいいですよね。逆転王子様、たまでもの衣装、うわー着たい、いつか着たい。手もでもの衣装色違いじゃないですか、ピンクとし、ピンクと白、シルバー、なんか白シルバー的な、なんか珍しいですよね。なんか AKB さんの衣装とかって一人一人に合わせた衣装でちょっとずつみんなデザインが違う衣装が多いじゃないですか。でも手もでもは本当に色違いなだけだから、ある意味珍しいなって思います、 AKB さんの衣装で。あんまり形が全部一緒っていうものないじゃないですか。なんか新鮮だなって改めて見て思いましたね。その時のメンバーによってこの子足が長いからとかそういう特徴を生かしてるね。なんか AKB さんの衣装って着たらなんか誰でもアイドルになれるっていうか、なんて言うんですか、自分に自信がつく、つく、モテる衣装だなって思ってて、だからなんか私が AKB さんに憧れたり好きになった理由って、もちろんその大島優子さんだったりとか一人のアイドルをきっかけですけど、でもそれをずっと好きでいられたのって衣装の、あのおかげでもあると思うので、衣装がすごく可愛いからこんな衣装着たいなって思ったのもこのアイドル目指す理由の一つでもあったので、あの本当に AKB さんの衣装は素敵です。パンフレットもはい買いましたよ。ね、でもなんかグループ衣装もすごい、グループの色が見えるなって思いますね。 NGT は結構落ち着いた感じの衣装が多くて、でも AKB さんはアイドルフリフリって感じじゃないですか。やっぱりグループによっても衣装も違いが出るなって思いますね。なちゃんも感じてると思うけど、自分の衣装があるってすごい、本当にそう、自分の衣装があるってすごいですよね。なんか今まで先輩方の衣装を着させていただいてて、名前が書いてあるじゃないですか、な衣装に、それに自分の名前が書いてある衣装があるっていうのはすごい嬉しいし、ありがたいことですよね。よいしょ。その子が何位目指してるの？何位？でも5位以内に入りたいなとは思ってて、5位以内に入ってたらやっぱり審査員特別賞とかもあったりとか希望があるので、5位以内に入りたいなって思ってるんですけど、うん、でも結果が難しくなっても楽しく配信できたらいいなって思うので、楽しく配信しましょう。
ゆめしなの衣装結構好き。本当？ゆめしなそれこそブースティーファン祭りの時に衣装を着れたので嬉しかった。でも可愛い。それこそ私は前が短くて後ろが長くなってるデザインの衣装を着れたので、ゆめしな衣装めっちゃ嬉しかった。しかもね、パッて脱げるんです。早着替え仕様になってるので、あの衣装って。だからすごいね、技を感じました衣装の。47分それでいつか後輩ちゃんが来てくれて、磯崎さんのだって喜んでくれ、うわー喜んでくれるかな。喜んでくれたら嬉しい。そうだよね、5期生も入ってきますし、やばいね。でもなんか一瞬の花火の衣装って結構 NGT の中ではだいぶ派手めな衣装じゃないですか。派手というかキラキラな感じ、目立つ衣装だなって思うんですけど、衣装は自分で、そう、コンサートとかはスタッフさんだったりとかいろんな方が当て込んでくださるので、衣装それを着て楽曲を披露するって感じなんですけど。色合い、そう、色合いとか、そ、あ、ゴージャス感っていうんですかね、すごい感じるなって思って、なんかすごいふわふわだしさ、フリフリだし、色もね濃いし、なんていうの、ラメがついてたり、ここにはたくさんキラキラストーンがついてたりとかして、素敵な衣装です。華やかだ、もう華やかですね。はい、書いてあります、自分の磯崎奈々っていう名前が書いてあって嬉しいですね。できることならもうお持ち帰りしたい。花火聞くと泣いてしまう。でもね、ちょっと切ない曲ですもんね。皆さんたくさん聴いてくださってると思いますが、これからもたくさん聴いてください、一瞬の花火ね。寒くなるよね、寒いからもうね、最近はすぐお風呂に入っちゃう、お風呂に逃げちゃう。仕事終わってきたよ、ありがとうございます。皆さんお疲れ様です。お仕事、学校、学生見てるかな、わからないですけど。お風呂でシャワー浴びてー、でも寒さ感じるようになってきたもんね。でもさ、何が一番辛いってさ、お風呂入って上がって体拭く時の脱衣所の脱衣所が一番寒い、地獄だよそれ、本当に大変、寒すぎて。自分としては今年最後って思ってた、ギガソリンで一緒の花火聞けなんかたくさんの方に、それこそさ、フェスとかで披露すると NGT のこと知らない方もいらっしゃる中で最新シングル聴いていただけるっていうのはすごく嬉しいし、なんかこれを機に少しでも気になってくださる方がいたらいいなって思ってます、毎回毎度毎度。でも衣装すごい褒めていただくこと多くて嬉しいです。電気ヒーター置いてるよ、そうだよね。なんかいつから暖房とかつけ始めたらいいんだろう。
早いよね。まだね、まだまだ耐えられる。でも聞いてください、もうあと今年終わるまで2ヶ月もないですよ。信じられない。私たちが皆さんに お披露目されてからもうちょっとで1年経つって考えたら、なんか本当にあっという間だなって思ってびっくりしちゃう。ほんまやんほんまやん。どうですか皆さん、お披露目された私たちから、私たちを見てどう思いました？最初どう思いましたか？牛さんにバーッと現れてびっくりするよね。今年ね、初めてなーちゃん見たのにもうすぐ1年とか、ね、そうだよね、もう1年やばい。私新潟に来て1年経っちゃう、信じられない。すごいと思うすごいと思った自然渋滞、そうだよね、私たちも驚いたよ。自然渋滞ですって聞いた時、え？え？本当ですかって。なんかそれこそ NGT の4期の最初オーディションの課題曲がポンコツだったので、だからポンコツかなって予想してて、でもそれか3期生さん NGT48 だったので、私たちも NGT48 かなって思ったりしたんですけど、そしたらまさかのまさかで自然渋滞でみんなびっくり、え？もうね、予想してなかった、予想にもなかったから本当にびっくりしたよ。うん、まだ半年なのに随分長く感じる気がするけど、時間も恐ろしく早く感じるしね。わかる、あっという間だよね。でもこの1年ですごいたくさんの方に出会うことができて嬉しいです。お疲れさん、お疲れ様。集団で4期生見れると思ってたら目の前で死ぬ状態やってた、あぜんとそうだよね、だってファンの方も最初の方を自然渋滞のセットを見て、まさか4期だと思わなかったって言われましたもんでも誰も予想してなかったですよね、絶対お披露目自然渋滞。お疲れ様、ありがとう。髪切れじゃん、本当に嬉しい、やったー。でもね、自然渋滞は嬉しかったです。やっぱ私は踊ることが好きなので、バリバリ踊れて嬉しかったですあ、そうじゃん、自然渋滞思い出した、その前回この間のギガソニーで自然渋滞フルで披露することができて、私的にすごく嬉しかったんですよ。今までワンハでしか披露してきてなくて、でブースティーファン祭りで先輩方がフルで自然渋滞を踊ってるのを見てたので、うわフル踊ってみたいって、2番踊ってみたいって思ってたら、まさかギガソニで自然渋滞フルで踊れることができて、本当に嬉しかったです。カーナビに八つ当たり、インターチェンジを越えたら本当にどう上げてやる、もうもう空気が限界、捕まっちゃうって知ってる、それのドア開けてやる、もうもう外に出た
嬉しかった、本当に嬉しかった。初見です、わあありがとうございます、嬉しい。初見さん、なんかイベント期間中ってすごいいろんな方が見に来てくださるから嬉しい、ありがとうございます。 NGT48 4期研究生の磯崎奈々です。2006年7月12日生まれの高校3年生18歳です。覚えて帰ってください。いろんな人に来られるし、確かにね、後ろなんか貼りたい。次あと3分ほどで配信一度終わるんですけど、8時から8嘘つきましたごめんなさい、19時から8時半、20時半また配信をするので、また見に来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。こんにちは。どうしようか、もう少ししたら壇上を読みましょうかね。夕ご飯タイムかな。でもちょっとお腹空いてなくて悩んでるんだよね、食べようか。僕会いたいです、わあ会いましょう。私も皆さんにね、なんかいろんな地方に会いに行けたらいいなって思います。そうそう、読んだ方がいい、そうだよね。じゃあ読みますね、いきます。13位、ケロタンありがとうございます。12位、リュウちゃんありがとうございます。11位、パンダの帝王ありがとうございます。10位、あきひろありがとうございます。9位、文鳥ありがとうございます。8位、まさふみありがとうございます。7位、こやこやありがとうございます。6位、星健さんありがとうございます。5位、 OTGP ありがとうございます。4位、パックありがとうございます。3位、カズツーありがとうございます。2位、ハッピーありがとうございます。1位、マナポンありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、次回は19時から配信します、カラオケします。ぜひ見に来てください。また19時にお会いしましょう。またね、ありがとう、ありがとうございました。またねー。